まあ、出せたな。なんだって？アリケンのクリエイターサポートのコードが知りたい？しょうがねえな、教えてやるぜ。俺のクリエイターサポートは、ARIKEN。アリケンだ。N は1個。ARKEIR なんて言ってかわかんねえな。さあ、君たちで復唱してみてくれ。大正解。それが俺のクリエイターコードだぞ。ぜひぜひ登録していろんなアイテム買えような。それじゃあ動画へレッツラゴー。地獄フラペチーノシュンシャンがまだ生きている。しかもロケットランチャーチャーショットが紫。さあこちらは3キルしている。さあこのまま1位になればうますぎる。さあこの状況でその判断、ロケットランチャー貫通させて1キル奪っていったシュンシャン。フラッシュパッド、うわー、ちょっと入れ番が起こったが、さあ残っているクラッシュパッドでもうなんちゃんだから出てワンボックス。クララさんと同じボックスに入ってしまった。クララさん気づいていなかった。さあこれは別の人と戦いになってる。おうわ惜しい。今殺せたと思ったが、ここは今体力50なんで 0.5HP っすよ。うわー、気合の助けだ、見せてほしいです。さあお前のキルは俺のもの、俺のキルは俺のもの。さあここはワンボックス入って敵を倒しに行く。圧倒的対面力。さあこれはのび太も涙目。これ人数的にそろそろじゃないですか。そうですね。さあスーパープレイ、さあ超うまいプレイ。おっとワンボックス入ってきたプレイヤーをいなしていく。おーゲームよ。アサルトライフルで倒した後目の前133、いい MC だね。さあここで SF 悪いスライムじゃないわ、やられてワンボックス入り込んでうまっ、うまっ。さあうわでもさあ閉じ込めたんですが後ろからのヘッド。さあもう一度ここは腰打ちで、うそうだよね、ナイス。ポイスティスを倒していく。ンディドキンさんかな名前は、と X トムさんが戦っている。さあお互い強そうな武器を持っている。ドキンさんはでもちょっとショットガン弱いね。さあタクション入り込んできたところうまい、一発ヘッド当ててエイムがちょっとガバるがここは倒しきる。さあプラス HP マックスになったしチャージとかもゲット。アサルトライフルも紫色。さあしかし横からノッシュ JP が叩けてます。ここら辺は目の前に敵がいる。さあここはゴリ行きますねこの人。さあ一発撃って入り込みたい。さあ上を封じて、さあ行きたいがサブマシンガンで合流しきる。さあサブマシンガンの色は紫以上の音。さあクラッシュパッドで入り込むが、さあここはポヨンポヨンしますね。さあクラッシュパッド、さあこれは浮いてます。さあお互いクラッシュパッド持ってるからね、うまい。さあ隙間から出て、さあ開けて、うっぽー、あっぶねー。あ来た、これ出た、 50HP だ、出た、これ0.5残りました。気合の助け、少数点残った。これ多分そうなると一応あれですかね、0.5 とかありますかね。あるよね。さあ10、あーやる勝負、うわえぐっ。さあ回復していくが HP 少ない。さあチャンスを使いたい。さあ後ろしっかり分厚い防御壁を張りながら逃げていくが敵の合流しか。さあオロチさんの進撃が止まらない。さあ回復させる前に、さあ詰めていきたいわ、ゴリゴリくる。さらいかもうまい。そうね、うまい。でも打ち返し、うまい。さあこれが WR のリムルですか。これはさあもうね、いろんなところにねリムルって名前の人がいるか。さあ HP 有利取って、ここは逆に押し返していく。しかし漁夫がなんか後ろから、さあゴマが後ろからまさかの這い寄ってきた。うわこの漁夫、うわ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 、ミントコミントコ、怖い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 。さあ光オロチ、ここはさあ生き延びた形になったが、目の前のゴマがさあ敵を倒そうとしているか。さあここは開けてお互い百所勝負。ここはゴマを倒して踊り返す。これには視聴者もにっこり。さあ目の前着地のショットガン一発当ててダメージが、うわうまっ。さあ隙間から当てて紫百所もゲットできました。まあね、それはね、それはね、それはね、戦いたいよな、ワイルドオーク回したな。いや、はい、そうね、あ目の前にな、リザートお尻フリフリしている。リズチ、これはちょっとキル狙っていきたいんじゃないでしょうかね。はい、うわっ、さあこれ、これどうなる、うわ
さあここはさあワイルドホークのさあ嬉しそうな声が聞こえましたね。しかしグラップルあるので、さあ資材は温存できている。さあファイヤー君が頑張って逃げている。横からアサルトライフル。さあリザート何度も窮地をさあ体験しています。目の前ではスイルマがゴリ押し。さあ横に逃げてうまい。さあここは戦わない。順位ポイント狙っていく。うまいね。さあ周り見て、さあ一度ハイグラ行ってフロッパームーブできるので、さあグラップラで上取り返すでしょう。さあしかしリザート終盤まで生き残っている。さあ目の前敵が追っかけて一発エームがいい。外さないこの男。さあハンティングライフル取って、さあキルポイントに37ポイント。さあ順位もいい感じで稼いでおります。さあ真横に敵がいるが、さあ開けられたら怖いぞ。さあこれはリザート気づいているからロード入ります。さあ最初のアンチ残り3人。さあチャグスプがなぜか目の前に出てきた。さあなんか急になんか最強状態になってますリザート。さあギリギリまで回復してフロッパーゲット。資材も回復している。さあしかしグラップラがあるのでアンチには間に合うが、ハイグラの敵に撃たれるが、さあギリギリ生き残っている。さあ目の前に敵がいる。張り替えは怖い。ローグラウンドに一度降りてこれうまいです。さあしかし追っかけてくる。ここはカウンター決めていきたい。さあ敵の HP もだんだんなくなっている。さあここは押し出し勝負。 HP 有利でリザート勝ったが、さあここはダメージ食らって上の敵倒しに行ける資材がない。しかしNSRジャガイモ1位、リザート2位まで来ました。みんなコメント欄の応援が、みんな自分の好きな人応援しな、コメント欄で。そしたらあのもしかしたらこの人たち俺の配信見てさ、あのうわめっちゃ応援されてるって思ってクソ強くなるかもしれないよ。さあ目の前シグマサマーフィン。さあここは横からサマシンガン撃って、さあワイルドホークがジョーザ頑張るとかいうなんか絶対思ってないコメント書いてますが、絶対嘘、絶対に嘘。頑張れって思ってますよ。うわ当てた、えぐっすんよ。もう当てるのか。ハリケンリザート頑張って、やめろハリケン当ててね。うわーちょっとマジが、さうわこれ倒せそう。うわー俺の届いたぞ応援が。こういうことよ。うわファイヤーマジで頑張れお前。うわマジで頑張れ、これラスト試合。うわルーリーお前もマジで、うわいや、あるいや、いけるといや、いけるいける。でもブリッドファイヤーなのにいけるとクレノさんも頑張れ。ラスト試合、稼いでくれば信じてる。いや、怖ぇ重い、重い。うわ出せ、出せ、いいのいいの出せ、タクション出せ。うわ、ナイスナイス。フォートナイトの神様来たよ。フォートナイトの神様が多分しょうがないなブリくん、頑張れみたいな感じで多分来てくれてると思うから。あれ、クラッシュみたいな。さあ、頑張ってほしい。さあ、初動あれですね、さっきまでリテールローに降りてたのに変えてますね、これは。ビダル、赤月、これはルリくん狙われているぞ。後ろからアサルトライフル3000カットからクラッシュパッドで詰められる。入り込み。さあ、これはどうにか一発。さあ、クラッシュパッド逃げていく。空中バトル、ルリ頑張れ。もう一度入り込まれて逃げろ。一発うまい、うまい、うまい。さあしかし回復。さあバレていない。さあマローダーも一発入れて84ダメージ。お互い同じ HP。さあどうにか回復していきたい。あーやばい。うわーここでおいマローダー撃ってくんなボット。強いね、アイテムすげえ強い。いいよ、いける、マジでいける。わっ頑張れ。さあしかもこれ船で行けるしな。どこでこれ回収した。しかもデカポ1個余っとるよ。だからいるんだよ、フォートナイトの神様が。おお早く君も勝ちたいのかい。しょうがないな、多分こう来てるんだよ。なんかそれ最高だぜ、最高だぜ。さあルリックの HP がなぜか減っているが、ルリックさあサマシガでゴリ。うわマジかよ。27ポイント。さあ、ポイントはどんどん上がっている。さあ、一度ローグラウンドに行って。さあ、敵を倒したい。さあ、ファイヤー頑張れ。さあ、アンチ側に、うまっ、うまいけど。これは、殺し。なんだ、わかんない。
さあもうちょっとで殺しきれそうだったがファイヤーもう、ね、そうね落ち着いたね今。さあ目の前のユスヤ見えて 壁あるのかな。さあローグラウンド周りには敵がいない。後ろから出てくる敵に A 回したいが後ろと前から、まあでもそう。さあ瞬射仮面いきましょう。どちらも取るでしょ。さあ瞬射仮面目の前出てきたところうわハマっちゃったね今。階段と階段に間挟まったところを瞬射が倒していく。さあ真上には敵がいる。ここはエディットして落としたところ。腰打ちショットガン強っ。さあジョーザ倒してポイントをどんどん。あれこれ1位いけんじゃねこいつ。さあショックウェブ取った。え1位いけんじゃねこいつ。えラストシーン。さあうわうまい。さあハイグラウンド一気に取って。さあラストラウンドまさかの頑張れ。ポイント稼ぎそうだ。50ポイントいきそう。さあシュンシャンがうますぎる。しかもショックウェブグレネード取ってるのでハイグラ取りに来る人はもう誰一人いない。さああとはショックウェブグレネードを使って敵を外に押し出せば勝てるぞシュンシャン。いけるいける。さあジャイアンも目の前やられてしまうか。ジャイアン3人やってんだけど。そうね、ジャイアン58ポイントのポイント高すぎ。さあえジャイアンがもうほとんど倒してシュンシャンと。さあシュンシャンとタットとジャイアンの 1v1v1 目の前。さあ壁が透けているが、さあハイグラウンドのショックウェブグレネードだいぶ有利でしょう。体力勝負になるとちょっと。そうね、厳しいな。さあショックウェブグレネードどんどん下投げて打っていきたいねこれ。さあジャイアンの HP 少ないので、さあシュンシャンのショックウェブグレネード刺さりそうだが、さあ下は下でやり合っている。さあショックウェブグレネード当てりそうだが一発打ってジャイアンを押し出し、これは倒せるでしょう。切れ欲しい。さあ1ポイント。うわっ、あタットの取れなかったか。うわタットタットのポイントになったが、さあタットと 1V1 HP しかしつけない。これはショックウェブグレネード使って押し出したいね。さあ落ちてきたところ、えうわ惜しい。さあ惜しい。最後勝ったなデルタタット YouTube 38ポイント1位 CR 最強のジャイアン強すぎ。圧倒的だよ。圧倒的 CR すげえ。そして2位光よろちしゅんさん。しゅんさん4位強いねしゅんさん今日。いやでもあれあれさラストあのラストマッチビクロイすれば2位だ。確かに。ね本当だ。4ポイント。惜しいな。さあシュンシャン用意。リザートも予選突破。強っ。さあユセアも突破。ジョーザも突破ですよワイルドオークさん。まあまあ俺に敵いないんでオーソリティで。ですね。オーソリティは譲れないですかやっぱ。いや誰にも譲れないですね。あなるほど。これ最終のやつだよねシュンシャンだよね。うん。さあ見ていきましょう。ここら辺から怖いよ。さあファイヤーの名前は出てくるか。怖いです。30位さあ、うわー突破してる。オッケーファイヤーおめでとう。リドルみんな突破したよ。いいね強い。さあウィリルさんも突破しますね強い。だってでシンクも危な お前。さあシンキーフィジも突破してます。かルリ君の名前はうわー惜しい。あと1ポイントじゃん。フィルムとルリさんさあと1ポイント。いやまあしょうがないよねい。ということで皆さんヒート2明日がねいよいよ本番というか、まあ、最後のグランドファイナル、チャプター3の、ソロナンバーワンが決まるので、明日もね皆さんよかったらぜひ見に来てください。それでは今日はここら辺で終わりにしたいと思います。面白かったね。よかったら皆さんね最後ねあの動画終わる前にねチャンネル登録とね高評価だけポッと押してくれたらね明日も頑張れるんでよろしくお願いします。それじゃあ皆さん今日はここら辺で終わりにしたいと思います。明日のグランドファイナルでまた会いましょう。明日もね盛り上げていきたいと思いますか。それじゃあいきますよせーのまたな。またなバイバイ。じゃあまた明日お疲れ様です。バイバイ。おっつーバイバイ。